アメリカのポンペオ国務長官は9日、アメリカが台湾の外交官や軍事当局者との接触を中国政府に配慮して自主規制してきたと指摘し、こうした規制を解除すると表明しました。ポンペオ氏は、アメリカは数十年間中国の共産主義政権をなだめるためにこうした一方的な措置を取ってきたと述べ、アメリカと台湾の関係が自主規制に縛られるべきではないと強調しました。